はい、こんばんは。国重です。ということでね、はい、今日の日経平均株価下がりましたね。4451円ということで、史上最も下がったと言われておりますね。すごい下げですね。びっくりしますね。ということで、これはなんで下がったのかと言いますと、やっぱり下げさせたい勢力っていうのがいるんだと思いますね。やっぱりこう日経、日本の株価は今後上がるんで、まあ、できるだけ安く仕込みたいですよということでね、まあ、安く仕込むにはちょっと株価をちょっと下げてもらわないとね、困りますから、まあね、まあ、下げさせたということですよね。はい、それだけ下げさせるような資金力のあるところが、まあ、いるんでしょうね。まあ、日本がちょっと標的にされておりますということでね。まあ、いずれこの反発はすると思うんですよ。ね、で、パニック売りが収まったらですね。今ちょっとパニック売りですから、またちょっとね、報道とかもね、いろいろと問題あるっていうか、大げさな報道が多いですよね。なんか戦争がね、始まるとかね、金利が上がって、ね、株価が落ちるとかね、そういう報道でね。まあ、それはちょっと意図的な報道が感じますね。意図的な。どうしてもこの株価を下げさせたいという、ね、ものを感じますね。ということで、日本人のね、ちょっと、日本人が、の多くがちょっと株式をね、株式投資をやり始めたといったところで、その反動でですね、パニック売りが出るということでね、まあ、あまり株をやったことない人がですね、ちょっと損したからといって、まあ、損切りをするという場面が今出てきておりますということで、まあ、その損切りをですね、集めてる人がいるんですよね。低いところで。まあそういうのもありまして、まあ、9割の人がパニック売りをして、1割の人がまあ拾うと。下の方で拾うという展開になっておりますと。ということで、あまりこう、売ったりしない方がいいですね。はい。で、まあ日経平均に株価につられてビットコインの方も下がってきておりますと。世界大恐慌が始まるんじゃないかということでね。暗号資産の方も下げておりますということで、一時期700万円終わりましたね。ちょっと。700万円割ってちょっと反発しております。775万円になっておりますと。で、株式に比べると、まあ、下げは緩やかなんじゃないかな、と思います。あと、チャートが見えてなかった。こんなチャートをしてますと。まあ、トランプさんがね、大統領選で負けそうだということでね、ハリスさんが勝つんじゃないかということで、それもあって暗号資産ちょっと売られてますね。はい。トランプさんが勝つんであれば、ね、暗号資産に追い風なんですけども、
どうもなんかハリスさんが勝ちそうだという見方が強いですよ。だからちょっと暗号資産に、ちょっと暗雲がですね、暗雲立ち込めてる感じではあります。はい。しかし、長期的に見てですね、まあ、誰が大統領になろうがですね、この流れは変わんないんですよ。暗号資産の上昇の流れはちょっと変わらないんですよね。はい。まあ、金も上昇していきますし、このビットコインもやっぱり上昇していくんですよ。はい。まあ、金は6000年間ね、価値があったんですよ。古代エジプトの時代からね、価値がありました。今でも価値があります、金はね。で、そこへ来て、まあ、デジタルゴールドとしてのね、ビットコインが15年前に突如、ね、出てきてですね、はい。資産がですね、資産価値がですね、9位ぐらいになってしまったんですよ。15年、15年前にね、突然出てきてですね、あ、10位か。メタに抜かれちゃいましたね。10位ですよ。もう資産として10位を獲得してるってすごいことですよ。で、1位がもちろんゴールドなんですけどね。で、ゴールドはビットコインに比べて今16倍の価値があるんですよ。時価総額で言うとね。それはまあ将来ビットコインが抜き去ると言われてますから、近い将来ですね。このビットコインのこの上昇率はかなり高いです。高いと思いますよ。はい。まあ、そのうちこのシルバーとかも抜いていくでしょう。ビットコインが。はい。まあ、で、暴落がね、あったからといってね、まあ、売らない方がいいですよ。むしろこの下がったところでね、買い増しをするというのがいいと思います。はい。まあ、日経平均もね、暴落があったけども、明日はさすがにね、上がると思うんで、明日はね。それから明後日はどうかは分かんないですけど、まあ、いずれ上がると思いますよ。今は一時的なパリックリなんでね。ということで、私の感想でした。単なる感想ですけどね。はい。以上になります。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。